湯沢屋 YouTube チャンネルへようこそ。私ナビゲーターの山田真由子です。寒くなって乾燥してくると、新型コロナウイルス感染対策やインフルエンザ予防対策としてマスクは必須アイテムですよね。でも使い捨てマスクはもったいない。抗ウイルス機能がついているマスクが欲しい。肌に優しいマスクを作りたい。そんなあなたのニーズに湯沢屋が応えます。世界に一つだけ、あなたにぴったりの機能性マスクのご紹介です。湯沢屋の店舗にはさまざまなマスク用の生地があります。お近くの店舗にない場合はオンラインショップで取り寄せることもできますので、ご利用ください。今回は抗ウイルスや保湿といった機能を備えた裏地を中心にご紹介します。新型コロナウイルス感染対策やインフルエンザ予防対策がマスクの機能として一番と考えている方、おすすめの生地はこちら、クレンゼダブルガーゼ。特定のウイルスの侵入を 99% カット。お値段は 110cm×45cm で780円。マスク6枚分作れます。冬は空気が乾燥しているので、カサカサ肌や肌が弱い方にとっては長時間つけているマスクの裏地は気になるところ。赤くなったり痒くなったりしてお悩みの方、おすすめの生地はこちら、うるおうニット。サラサラした肌触り、ヒアルロン酸配合でお肌に適度な潤いを与えます。しかも抗菌防臭加工もされています。 65cm×50cm でお値段780円。マスク6枚分作れます。お次はうるおうコットン。こちらはコラーゲンヒアルロン酸配合でお肌に優しい綿 100% です。そしてマスクをしている時の化粧移り気になりませんか。そんなあなたにはこちら、ファンデーションカラー。こちらもお肌に優しいコラーゲンヒアルロン酸配合です。 75cm×50cm でお値段980円。マスク6枚分作れます。ご紹介した中から今回私が選んだ生地はこちら、表地はカラーレース、裏地はクレンゼダブルガーゼで、オリジナルマスクをハンドメイキング。こちらは湯沢屋の型紙になります。裏がレシピになってます。こちらは店頭で無料でもらえるので使ってください。かわいい。こう裏表で折りたたんで型を取って切っていきたいと思います。2枚重ねて切っていくのでずれないように押さえて、中表で縫い合わせていきます。こちらの1センチのところで縫っていきます。こちらダブルガーゼなので、ガーゼがこう2枚重ねになっているので、この間を開かないよう2枚2枚で開いてください。カーブになっているのでちょっと難しいですが、ガーゼの方は伸びないのでこんな感じで開けました。では表からステッチを真ん中に入れていきます。真ん中にステッチが入りました。では裏と表を中表で合わせて縫い合わせていきます。こちらで上下縫い合わさりました。中に返していきます。この上下を端ミシンしていきます。これで上下が縫い合わさりました。
ではゴムの通し口を作っていきます。こちらを三つ折りにしていきます。ゴムの通し口ができました。ゴムが通りました。マスクの完成です。レースのデザインがとっても可愛いですね。流行のくすみカラーもとてもいい感じです。こんなにおしゃれアイテムなマスクが自分で作れるなんて嬉しくなっちゃいますね。さらにマスクの詳しい作り方を知りたい方はこちらをご覧ください。それでもうまくマスク作りできるかちょっと心配という方、大丈夫です。私の今いる湯沢屋芸術学院ではマスクの作り方講座を随時開催していますので、お気軽にご利用ください。さあ皆さんも湯沢屋で自分の好きなマスク生地を選んでハンドメイクしてみてください。